はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルーシュです。今回は対抗立志伝5、秀吉でのプレイですね、続きをやっていきたいと思います。で、前回までにですね、お届けしてきた部分としては、本能寺の変、中国大返し、山崎の戦いという、戦国のビッグイベントをですね、お届けをさせていただきました。で、今回はその続きになるんですけども、山崎の戦いの後、次に何があったかというと、清須会議、これは織田家の後継者ですね、次男三男信孝信勝信勝信孝かな、順番で言うと、どちらを後継者にするか、それを柴田勝家、丹羽長秀、池田恒興、そしてこの秀吉、この4者で話し合った清須会議。その後は賤ヶ岳の戦いで、柴田勝家を破るというのが、秀吉のね、イベントになっていくんだと思うんですけども、実は清須会議のイベントを起こす条件いくつかあるんですが、そのうちの一つ、清須城を信勝か信孝、織田信勝か織田信孝のいずれかに所有させておく、支配下に置いておくっていうのがあるんですけども、これがですね、何度本能寺の変の前に戻って、数年前にも巻き戻してみたいな形でやったんですけども、どうしても清須城がですね、信孝あるいは信勝の支配下にさせることができず、かつ攻め取らせることもできずですね、清須会議のイベントはどうしてもできませんでした。なので、このイベント後、清須会議のイベントが起きないことによって、その後のお市様、信長の妹のお市様が勝家に嫁ぐっていうイベントと、その後賤ヶ岳の戦いで、勝家を破るっていう、このイベントが起きないという状況になっています。ただですね、その柴田勝家を滅ぼせば、その後のイベントは再び、発生していくっていうようなことになりそうなので、ちょっと今回は残念ではあるんですが、清須会議のイベントは見送っていこうかなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。早速なんですが、天下を取るためにはこの城も手狭じゃなということで、本拠地をですね、姫路城、さらには今長浜城に戻しました。画面右上に長浜城って出てますね。で、この城に対して手狭じゃなということで、新しい城を築いて天下への足がかりとするかということですね。誰かおるかということで、半兵衛まだ健在です。1573年ですからね。天下を見据えて新しい城を作ろうと思うということで、これがですね、いわゆる大阪城ですね。ちょうど今大河ドラマ真田丸でも大阪城攻め、徳川方の大阪城攻めが始まってますけども、この摂津難波のあたりに城を築いてはどうかという半兵衛の進言を受けて、元は石山本願寺があった場所に大阪城巨額総構えの大阪城を築くというようなイベントが今から始まりますというところになりますね。安土城よりも大きな石垣と天守塔を建てるということになっています。で、この後はですね、大阪城が作られる前に一旦拠点が移ります。本拠地を石山本願寺になりますね。現在だとこれしばらく経つと石山本願寺が大阪城に変わりますんで、まずはちょっと一旦ですね、氷上の間に出て、まずは人事で昇進できる者がいれば昇進しましょう。まさかまだ侍大将か。小禄をじゃあちょっと武将格にまで上げましょう。で、城主任命ですね。この辺りは赤松がもともと抑えていたところなので、姫路とかね、光月、この辺りはそのまま任せますと。で、洲本城あたりは丹羽長秀に任せましょう。清須会議は起きませんでしたけども、清須会議で味方してくれますからね。で、あとですね、越前、加賀、この辺りを柴田勝家が治めていたのを奪い取ってます、すでに。なので、この辺りをですね、そうだな、今だと安藤盛綱に任せますか。
ここも安藤盛綱に任せましょう。北の庄を居城にさせて四五湖城を治めさせますかね。そしたら金ヶ崎まで安藤の支配下に置いて治めてもらいましょう。で今与力を派遣させてあげましょうね。盛綱の配下に誰もいないので和豊で、あの柴田勝家を攻めている中で、今出た不破光晴とか山内和豊、この辺りをですね勧誘というか、その自分の支配下に置くことに成功しましたので、武将の数もだいぶ増えました。少しねその物資両面で余裕が出てきたかなというところですね。前田利家も配下に加わっているというところです。でですね、今後何をしていくかというと、その柴田勝家を滅ぼさないと次のイベントが起きていかないので、柴田勝家を滅ぼしていきたいんですが、柴田勝家は今ですねここ清洲城を残すのみです。あの先ほど冒頭お話したように懸案懸念となっているこの清洲城ですね、ここがどうしてもね信孝信勝の支配下にならなかった残念なんですが、今柴田勝家最後の居城としてこの清洲城が残っています。なのでこの清洲城を攻め取りたいんですが、このままですね清洲城を攻めることができず、さらに林に任せているんですけども、定勝が全然攻め落とさないんですね。なので、居城を移したばっかりなんですけども、ここを大垣城に一旦変えましょう。であと茶席に応じるということでですね、この後はわびさびの心とかね、堺に行って利休千宗駅ですね、利休のところに行って、茶道を学んできましたので、わびさびの心とかいくつか能力が上がっています。なのでせっかくなんでちょっと能力を先に見てもらった方がいいかな。まあ、こんな感じになってます。統率も96とかね、かなり上がってますね。武力はやっぱり68止まりではあるんですけども、足軽が星4つまで来ていて、弓術も星4つ、武芸も4つ、軍学も4つというところですね。建築開墾鉱山3術、ここも4つです。で弁舌が4つで、茶道が今3つまで来ているという状況ですね。なのでこの後はですね引き続き頑張っていきたいんですが、称号系札ですね、札もご覧の通り結構集めてきました。刀狩りとかね、この辺りも開墾で取りましたね。弓術の連達者とかね、軍学の連達者、あと軍神とかも取ったんですよ。結構柴田勝家を攻めたりとか本願寺を攻めたりとか、そういった中でいくつか称号だったり札だったりっていうのをね手に入れることができましたので、この辺りを使ってさらに天下統一に向けて邁進していきたいなというふうに思ってます。では一通り見ていただいたところで、元の目的であった本拠地大阪城、まあ、今は石山本願寺ですけどね、来たばっかりなんですが移動していきましょう。で清洲城にほど近いこちらの大垣城へと入っていきましょう。で大垣に入ったらですね、早速大垣に移動していきましょう。で合戦したいんですが、今合戦をしようとしてもこの辺り一帯が織田家の支配下になっていてできないので、まずはこの長島城、ここを落とす必要があるんですね。ってなると、ごめんなさい、拠点を元に戻しましょう。長浜に戻して、何をやってるんだって感じなんですけどね、兵が集まってないんで、おそらく長浜から出兵しないと部隊が揃わないんじゃないかなと思いますね。でせっかく来たのでお金もないので、お金を軍資金から調達しましょう。いやー軍資金もないな。
だったら氷上の間でちょっと軍資金を手に入れちゃいましょう。で、半兵衛はこの後一緒に出兵してもらうので残しましょう。官兵衛も出兵しますのでなしに変えていきます。秀長も一緒に出ていきましょう。正勝も一緒に行きます。まあ、こんなところですかね。で、残りの連中は軍資金調達を頑張ってもらいましょう。こんなところでいいかな。長期修行とかね、あんまりしなくていいんだけどね。兵糧を売却してお金に変えてもらいましょう。では合戦していきます。で、そうなると長島城を攻めて、長島城の隣にある清洲城を次に攻めていくという段取りでいきましょうか。兵士の数はマックスの1万3000でいきましょう。今派遣できるマックス1万3145なので1万3000で、軍馬鉄砲筒は数が揃わないのでこのままいきます。武将としては秀吉、半兵衛、官兵衛、正勝、秀長という布陣で出陣していきましょう。で、援軍なんですが、ここは安心と信頼の丹羽長秀に援軍要請を出し、で、さらにですね、まあ、毛利か宇喜多かどちらかからさらに援軍要請をしていきましょう。ちょっとね、遠いんですよね。ただ毛利も宇喜多も、宇喜多はどうなってるかというと、謝礼として払える金が1円もない。ただで来てくれ。おお、いや、浮田のお前はいいやつだな。さあ、これで軍勢が整いましたので、軍議終了、簡易戦闘で戦闘を始めていきましょう。お、織田家の赤松正秀軍団が間近まで攻めてきたか。まあ、じゃあここは撃退していきましょう。まあ、大した数ではないのかなと思いますので、まあ、早速軍も引いていきますよね。まあ、こんなありさまなので、あっという間にひねり潰してあげましょうか、赤松くんは。やっぱりあの秀吉も統率がだいぶ、あの先ほど見ていただいたように上がってるので、戦闘自体もだいぶ楽になってきましたね。おっと、間違えた。バカやったなぁ。退却しちゃいましたね。すいません、早速バカなことをしてしまったんですけど、ちょっとこの後一回茶会を開いて、で、休養した後再度出兵していきましょう。いやー、あそこでまさか退却を選択してしまったとは。そうか、ここはもう兵不足になっちゃったんだな。そしたら拠点を移しましょう。いや、ほんと何やってんだって感じなんですが、石山本願寺に移動して、結局石山本願寺から出兵するんかいっていう感じなんですけどね。兵力がどんくらいいるかだな。あんまりいない可能性もあるよね。兵士数5917か。あ、1万4000いますね。1万4000出していきましょう。じゃあ清正か。さっきまで秀長がいたんですが、秀長の代わりに清正が入ってきてますね。まあ清正でもいいでしょう。で、援軍はさっき丹羽長秀にお願いしちゃったんで、もう一回丹羽長秀にお願いしましょう。丹羽長秀はね、ことごとく承知してくれるんですよ。赤松は結構ね、拒否ってくるんで、あんまりね、信用できない。そういった事情もあって、いつも権六にお願いしちゃうんですけどね。
では援軍要請をしていきます。今度は本当に間違えないようにねしないとバカバカしいですからね。浮田は軍勢がちょっと足りないかな。淡路水軍は淡路水軍来てくれればよしよし、これでいいね。じゃあ今度こそ本当にこの長島城を落としましょうね。あ、そうか、破壊工作とかをちょっとしとけばもう少し楽だったかもしれないですね。お、駿河水軍の軍団が我が石山本願に迫っているだと。これはさっさと城を落として戻らないとダメだな。本願寺が落ちるなんてありえないことですからね。よし、長島より和議の使者が来たというので、まあ、降伏するというのであれば受諾しましょう。で、長島城を落としましたので、このあと本願寺に敵の軍勢が迫ってるっていうことだったので、ちょっと取り急ぎ本願寺に取って返しましょう。今本願寺で戦闘中とかだと困るからな。大丈夫だよね。よしよし。そしたら今度はですね、いよいよ、お、天井裏に何やら物とか、猫の仕業かな。ガタガタニャーゴーという猫でしたね。何、ハンニャマルというやつが現れた。羽柴殿、お命ちょうだい。こういう戦闘が起きるんだな、ここで。こんなクセモノをこの大阪城に入れてどうするんだ。警護の者は何をしていたんだ。そんな感じですけどね。早速我が秘儀宣伝をお見舞いしてやろうと思ったんですが、ちょっと斬撃の中にいませんでしたね。くらえ。この宣伝の斬撃飛ばせるんでね、敵に近寄らなくても倒せるっていうのはとっても便利というかいい感じですね。あとは何、二連区内グハ、体力をだいぶ削られたが、これはちょっと離れて戦った方が良さそうだな。よし、これでまた宣伝の斬撃場にハンニャマルを捕らえたので切り捨てましょう。体力をだいぶ削られちゃったな。すぐにでも清洲攻めを始めたいんですけどね。そしたら茶会を開いて、でこの後は休養を1回入れましょう。で、休養で体力が回復した後はですね、いよいよ清洲攻めをやっていきたいんですが、その前にお金がちょっとあるので京都の町に行ってですね、最近京都に結構出入りしてるんですけど、何をしているかというと、朝廷に付け入ろうとしてるんですね。なんで公家宅に行って口添えで5000貫ほど寄付をしましょう。で、菊亭春末に献金をして、うん、これで貢献度が高まってくると会員をもらえるようになるんですよね、新しい会員。なので、まあ、せこせこお金を貢いでいきましょう。と同時にですね、こちらの方では清洲攻めに向けて出兵をしていきましょう。まず主命伝達でいくつか金策をしておいて、半兵衛は一緒に出陣、清正も一緒に出陣、官兵衛も一緒に出陣というところかな。正勝も一緒に出陣しましょう。で、あとは軍資金調達させたり、
訓練をさせたりといったところですかね。あと徴兵もちょっとやっておきましょう。兵を結構使ってますからね最近。で破壊とかもやっていきたいんですが、まあ今はね、あのもう風前の灯火、清洲城を攻めるだけなので破壊の必要もないでしょうというところで、これで出兵していきます。じゃあいよいよこの清洲に向けて出兵です。もう勝家も風前の灯火ですよね本当に。で援軍はというとやっぱりね、丹羽長秀なんですよ。長秀はもう絶対来てくれるっていうね、これぞまさに盟友という感じですけど。さあでは清洲城の攻略戦に入っていきます。で軍団命令、援軍要請で、どこに援軍を要請するかというと、ちょっと毛利あたりに頼みますか。戦艦あげるんで来てくれと。よし、元就も来るということなので、これで一気に清洲を落としましょう。でおそらく清洲城、柴田勝家の方にも援軍が来ると思うので、野戦を一回挟まなきゃいけない感じにはなりそうですね。さあ二の丸に取り掛かりました。援軍がなんか来なそうかな。来ないとだいぶ楽なんですよね。清洲和議の使者が来たということですが、いやーここはねもうなで切りにしないとダメなんですよ。勝家を滅ぼせばいいのか、それとも死なせなきゃいけないのかっていうのが厳密にちょっと条件が分からなかったので、ここは申し訳ないんですが勝家には死んでもらいましょう。まあ、勝家はですね、自害をしてもらいましょう。で数正はできれば徒用したい。人材はねやっぱりいくらあっても困らないので、できるだけ徒用を試みていきたいと思います。いやー成政も我が支配下に落ちるとはな。最初ねゲーム始めた頃はことごとく成政に睨まれてましたからね秀吉は。さあこんな感じ。おお中村和氏も、山中鹿之助がなぜここにいるんだというのもあるんですが、よしこれで、柴田家を滅ぼしたので、このあとですね何が起きるかというと、小牧長久手の戦いですね、これが始まっていくんじゃないかなと思いますので、イベントの方ねこの後見ていきましょう。大殿いかがされましたか。これ勘兵衛ですね、織田信孝殿を早く倒す方法を思案しておるのじゃが、なかなか良い案が浮かばんと。兵を出さずに倒したいということですね。それならば書状を使うというのはいかがか。これ勘兵衛の策ですね。信孝殿の兄信勝殿に信孝殿に降伏勧告するよう進言すると。なるほど、兄弟間で、まあやら、そのなんていうのかな、勢力争いをさせて降伏させるという案ですね。こうして秀吉は織田信勝を通じ信孝を降伏させることに成功。父信長後ろ盾の勝家を相次いで失った信孝にとってもはや降伏するより他に手立てはなかった。まあ、勝家を滅ぼしたことによってまたイベントが始まりだしたっていうところですね。ではここで
人事で上司任命をしましょう。さっき取った清洲一帯ですね、この辺りを林にあげましょう。秀貞ですね。長島も林くんにあげましょう。さあこんなところでいいかな。でそうなると与力が多分足りなくなると思うので、林のところにさっき大量に勝家のところから人を新たに入れましたからね。で茶会を開いて表情の間で出雲の守名伝達ですね。自動振り分けで金策優先、こんなところでいいでしょう。そしたらイベントが進むために一旦城の外に出て、城の外に出たら何をするかというと京都の街ですね。せこ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 公家にお金を支払っていきましょう。結構ねお金かかるんですよね。お、また昇進しましたね。これは太宰大夫で合ってるのかな、に任ずるということですね。よしよし、このまま関白の座まで上り詰めていきましょう。そしたらどうだろう、御所とか覗いてみようかな。天皇はお会いしていただけませんでしたね。そしたら南蛮寺に行って開墾指示をして、ではお城に戻って休みましょう。多分そうこうしてるうちにイベントが進むんじゃないかなと期待して。そうですね、三成がやってきました。信孝殿の処遇をはっきりさせるべきではないかと。腹でも切らせるというのか。放っておけば救出しても担ぎ上げるものも現れかねませんということですね。刈り取っておくべきだと三成らしい考え方なんでしょうかね、これは。申し上げます、何事じゃ。忍者がスッとやってくるんですよね。信孝様が自陣、これで残るは信勝だけになりましたね。そうなんですよね、信孝信勝、実は信孝の方が兄早く生まれたんじゃないかっていうね、そういう話もあったようなんですが、では休養していきましょう。ねね様の膝枕でゆっくり休みましょう。では茶会を開いて金庫から金を引き出しましょう。おお、だいぶ増えたね。じゃあ2万貫ほど拝借で、上主指示でどうしようかな。安藤盛綱を、勢力攻略としてはまあ畠山かな。で丹羽長秀は勢力攻略でやっぱ三好ですよね。三好で、林は勢力攻略で、まあここは林に関して言うとどうだろう、織田とかになるのかな。信勝で、宇喜田は一式攻略が進んでないようだな。まあ残りはこの点でいいでしょう。元成を勢力攻略で、三村家ですね、こんなところでいいかな。元の近頃不穏な話を聞きましたぞということで、また三成がやってきました。噂によれば信勝殿が大殿をうどんの発言を続けているとか。なるほど、何でも大殿のことを百姓の子が大名を名乗るとは厚かましいと。これ事実ですからね、怒ってますけど秀吉は。
で、信雄は家康と同盟を結ぼうとしている。まあ、あの清須会議では秀吉が信忠の息子三法師 を担ぎ出して、その後ろ盾に信雄を据えるっていうことで、まあ、実質秀吉が実権を握ろうとしたわけなんですが、信忠亡き後、今信雄は秀吉を頼って戦闘を行うということですね。で、この今ちょうど出てきましたけども、岡田津川浅井三家老、これは新秀吉派の家老たちですね。この家老を切ったということで、まあ、これが事実上秀吉への宣戦布告ですね。秀吉の息のかかったものであったというふうになってますよね。さあ、これで小牧長久手の戦いが始まりそうです。さて、家康の陣立て見せてもらおうか。なかなかに整った陣容かと。さすがは家康、一兵卒に至るまでくまなく命令が行き届いているということですね。なるべく早く切りをつけたいが、持久戦で向こうの思うつぼじゃということです。で、これで中入りをするんですよね。中入りっていうのは、そう、今官兵衛がちょうど言ってますが、一気に家康の本拠を突くと、兵を二手に分け、一つは家康と対陣を続けたまま、もう一つ大きな大部隊を編成して、それを、三河に攻め込ませるというね。申し上げます、徳川軍こちらの動きに気づき迫ってきておりますということですね。これで官兵衛の策が家康に見破られた感じになりますね。まあ、実際には池田恒興とかね、そのあたりが進言したというふうに言われているこの中入りですが、ここでは官兵衛が進言したことになってますね。さあ、では小牧山の戦い、小牧長久手の戦いやっていきましょう。兵の数は、そうか、7000対7000、互角かとなると、おそらく家康は動かないんじゃないかなと思うんですよね。いつも大将はあまり前に出てこないので。なので逆にこっちは、秀吉自ら攻め込むことによって、数の有利が保てるんじゃないかなと思いますので、積極的に兵を動かしていきましょう。ただ向こうにはきっとね、それこそ、忠勝とかね、豪の者が揃ってそうですからね。下手をするとここで負ける可能性もあるので、ここはね、せっかくなんで勝ちたいですよね。突き抜けてきてくれりゃいいんだけど、そうそうはうまくいかないね。ちゃんと足並みを揃えて進軍してくる感じですね、敵方も。あとは山あいから攻めてくるのか、この平地、今道を進軍してますけど、秀吉軍はここから出てくるのか。にわかに、お、出てきたね。2部隊ほど、3部隊出てきたね。であれば、これを後期と見て、一気に敵の数を減らしていきましょう。忠勝がいて、康政がいて、うわ、大久保もいる。これ相当な陣容だな。まあ、一番近い大久保から打ち取っていきましょうか。もうちょっとマシな陣容にしてほしかったな。ではここで恫喝が効くか、まあ、効く相手とも思えないけどな。ちょっと威圧をしてみようかな。そしたら、お、なんか波及したっぽい。
やっぱみんな秀吉を狙ってくるね。となると秀吉をちょっと下げざるを得ない。ここでね、負けるわけにはいかないですからね。やっぱりしてるんだったらちょっと引くかな。まあ数の上ではほぼ互角ですね。まだ全然先が見えない。もうちょっと特技的に強い武将を連れてきてほしかったよな。むしろ数の上では若干押されてるな。なんとか早めに蹴りをつけないと。さすがに強いね。本当に心一体な感じが続いてるけど、こういう時にやっぱりね、官兵衛とか、半兵衛とかが欲しいですよね。よし、サミダリ打ちが使えないので、効かないか。まあ効かないよね。なんとかここは勝利を収めたい。うお、めっちゃ食らうな。ここでついに家康が参戦か。秀吉はちょっと本当に下げないとまずいな。一発撃ってこの後は下がりましょう。連携が使えないか。本当に一心一体な感じになってるな。よし、これで忠勝を葬れば。葬ったぞ。多少有利になったかな。これでちょっと怖いので、秀吉は一旦後ろに下げましょう。どうしよう、もう家康を狙った方がいいのかな。ここまで来たらなんかそんな気もするな。ちょっと家康の方に兵を向けていきたいけど、ここは蹴るとあれだな、康政に攻め込まれるな。いやー、苦戦が続いてますけど、なんとか始末をつけたいな。いや、非常に強いね、やっぱり。
やられたか。油断ならない状況が続いてるな。まだここで家康をなんとか撃破したいけど、いやー怖いなー、これ本当に微妙な感じですね。倒せるかどうか。よし、勝機を見た。これで勝機を見たぞ。連携が使えない。これで、いや、ここは逃げた方がいいな。特技剣手、さあこれであとはライレンに託すしかないな。よし、ライレンが最後家康を討ち取ってくれれば、いやー辛くも勝利を得たという感じですね。さすが徳川勢、武将の質がやっぱり全然違いましたね。最後はライレンが家康を打ち破ってくれたって感じですかね。はい、というところで大苦戦の小牧長久手の戦いをお届けしました。敵方は総崩れ、お見方の勝利ということですね。大殿、このまま追走して、家康を打ち取りましょう、まあ、追撃戦に入ろうって官兵衛は言ってきてますが、まあ、官兵衛早々に散ってったからな。よし、引き上げじゃ。これで大阪城へと帰っていきます。どうしたものかのうって、また秀吉悩んでるな。大殿いかがなさいました。家康のことじゃ信雄はともかく家康は一筋縄では手に負えんと。そこでどんな策をやろうかというと、将を引と欲すればまず馬を射ようと申すと。まず信雄を懐柔しよう。そうなんですよね。信雄は家康を頼って、家康はじゃあ頼られたんで、まあ、じゃあ戦いましょうっていうスタンスだったんですが、その信雄が矛を収めれば家康も戦う理由がなくなる。まさに今三成が言ってますよね。で、あえてこちらから謝罪だということですね。このあたりは秀吉の頭のいいところというか、で信雄様が和睦の儀ご了承ということですね。で頭上へ行って、まあ、謝罪をするということですね。信雄様、お懐かしゅうございます。猿めにございまする、まあ、このあたりが秀吉のずるいところというか、うまいところというか、そんなところなんでしょうかね。さあこれで信雄との和議もなったので、徳川だけになったということになりましたね。はい、というところで、今回は小牧長久手の戦いお届けしました。大阪城のね、完成も楽しみですが、その様子は、次回お届けしていければいいかなというふうに思っています。では今回はここまでにしたいと思います。